こんにちは、橋本環奈です。山田亮介です。そうですね、結構前にお話を伺って漫画の原作で山田さんとお共演させていただくっていうのを聞いて、まだ先のことだろうなと思ってたんですけど、意外にもうすぐ始まるなという感じがしてます。今回その2セットは言いつつも夫婦役っていうのを初めてやらせていただくので、またそれがいびつな関係性であったりだとか、こう打算的なテンポのいい掛け合いだったりとか、すごい楽しみだなと思っております。僕自身その少女漫画原作が初めてなので。そうなんですよ。おいおい。そう、うん、で30にして、今年30なんですけど、おやれるかなみたいな不安もありつつ、まあでも橋本さんとはその映画で共演したことあるんですけど、同じシーンがなかったんで、ね、なかったんですよ。そうだから、こう橋本さんと共演できるということなので、すごく楽しみだなと思っています。彩香はもう超美人みたいな、その原作でも。だからこそ敵を作ってしまう部分であったりだとか、ちょっとトゲがあるんですけど、でもそれの中にすごく真面目さとか、正直な部分、その不器用な部分っていうのをすごく繊細に演じたいなとは思うんですけど、私が想像する彩香はなんか私のキャラクターとはちょっと全然違って、なんて言ったらいいのかな、今言葉選んでるんでちょっとちょっと難しい。なんかこう自分でこうすごい美人な役っていうのも恥ずかしいというか。いやいやいや、ぴったりじゃない。いやいやいや、もうだからなんて言ったらいいんだろうということなんですけど、ちょっとなんかあの結構セリフの中でも、周りのバカどもが惚れてくるみたいなことを言ってるんですよねそのトゲトゲしたところが、なんかあえてそういう風に自分を下げて、こう自虐的な部分とかは意外にスカッとするんじゃないかなと思っていて、楽しみな部分はあります。そうですね、東郷はそのザ・キングというか、周りからもあいつは王様だからっていう風に言われてるぐらい超ド S というか、俺に全て従いじゃないですけど、なんかそういうところもあるんですけども、実はこう人をよく見てる愛情深い人間だったりして、なんかそこがなんかこう2人の掛け合いでうまく出せたらいいかなというふうに思います。結構その数々の作品も見させていただいてて、セリフをスラスラ言う部分、なんかさっきのコメント撮りもこんな淡々と喋るんだって。コメント撮り？嘘、俺、ごめん、こんなこと言いたくないけど超カンペ見てたよ。本当ですか？なんかすごい失礼だったら申し訳ないんですけど、うまいってこう言っちゃうぐらい。でもだから何でも完璧にこなすイメージがあるんですよ、私。そんなことないですよ。だから何でも完璧にこなすイメージだけど、やっぱり東郷とかみたいに本当はこう弱みを持ってるとかみたいなところが、もしかしたらリンクするのかななんて想像はしてたんですけど、でも本当に完璧っていうイメージです、私は。うまいです。そうですね、その、映画で共演させていただいた時とかはまだ、だってあの時あれっていくつでしたっけ、あれもう10年前ぐらいかな、9年前とか9年前、はあ、いくつ、そうです、15歳です、ね、15歳だったまあそのね、うん、舞台上とかでも正直何喋っていいかもわからないというか、最近で言うとね、こう紅白の司会やられてるとか見たりとかもしてますし、作品ももちろん見てますし、それこそ本当になんか本当に器用にいろいろ物事をこなす方だなっていう印象を持ってたので、さっきちょっとちらっと本読みしたんですけど、もうなんか彩香の雰囲気を持ってたんで、すごくやっぱ現場に立つのが楽しみというか、なんかこう引っ張ってほしいですね。いやいやいや、あ、本当は引っ張らなきゃいけないんですけど、なんかこうリズミカルにやっぱりお芝居2人でしなきゃいけないので、そこのリズム感は多分彩香がコミカルに多分やってくれるんだろうなと思って楽しみにしてます。山田さんと、私がこう演じているこう偽の夫婦彩香と東郷が、どういう風に関係性が変化していくのか、そして先ほども本読みしてすごく楽しかったんですけど、なんかこう人前に見せる姿と2人だけでいる時のこの温度差とかも楽しんでいただけたらなと思います。毎週火曜が皆様にとってこう、これを見てもう1週間頑張れると思ってもらえるようなドラマになると思いますので、ぜひ火曜日を楽しみにしていてくれればなと思います。4月スタートの火曜ドラマ、王様に捧ぐ薬指、ぜひお楽しみに。